伊予鉄道、伊予鉄道株式会社、伊予鉄道は株式会社伊予鉄グループの主要詞、会社であり、事業会社である。愛媛県松山市に本社を置き、鉄道、軌道事業を行っている。現在の法人は2018年、平成30年4月1日に、伊予鉄グループの持ち株会社移行に伴い同社、旧、伊予鉄道の会社分割により発足したもので、旧、伊予鉄道、 現、伊予鉄グループは1887年、明治令に創立された、民営鉄道としては日本で2番目の歴史を持つ、老舗企業である。松山の外交である水戸と松山を結ぶ水戸街道は、平坦ではあるが道路事情が劣悪だったため、これを改善しようと鉄道の建設を決意したのが、創業者の小林信下である。小林は、イギリス人技師から教えを受け、 小資本でも建設できる鉄道として、期間 762mm の軽弁鉄道を採用。1887年に伊予鉄道を設立し、日本で初めての軽弁鉄道及び中四国地方で初めての鉄道して、松山三戸間を1888年に開業させたものである。以後、道後鉄道、南伊予鉄道、松山電気軌道を買収するなどして、 路線網を広げ、松山の都市内交通を担っている。なお、1951年、昭和26年から、バス事業も行ってきたが、2018年の伊予鉄、グループ再編の際に、伊予鉄バスとして、事業会社化している。現在用いられているロゴマークは2015年5月25日に、発表されたものである。英字の伊予鉄を基調に、 大の文字に動きをつけることで、車輪のイメージ、人と人とが向き合い乗客を大切にするイメージを表現している。車掌は、カタカナの、イオ四つ組み合わせて、イオの意味を表したもので、イビシ、イコールイビシと称される。デザインが考案された時期や、仕様が開始された時期については不明だが、早々期の会社資料にすでに現れていることから、創業と同時、 あるいは創立後間もない頃に定められたものとみられる。大型の電車を使用する鉄道各線の総体で案内上、郊外電車と呼ばれる。松山市駅を拠点に約10キロメートルの3路線が放射状に伸びている。いずれの路線も日中15分間隔で巡航頻度等間隔運転している。平日朝の通勤ラッシュ時には 最大4両編成で運行されている。鉄道線、機動線全車両を管理する、車両基地、工場として、小町車両工場を有する。河川電圧は、高浜線のみが600ボルト、他の2路線は 750V と異なるが、高浜線と横河原の線は直通運転を行っており、3度線間で車両も共用されている。詳細は後日。 高浜線の高浜駅より松山観光港への延伸構想があるが、費用などの面から具体化していない。原油路線にはトンネルが全くない。かつて、高浜線には、絹山水道と高浜水道が存在したが、伏線電化の際に改作され、古線橋、道路がかかっている。松山市駅に限って、途中下車が可能である。いわゆる路面電車であり、 市内線、市内電車とも呼ばれる。松山市駅を拠点に、松山城を囲む形で運行されている、環状線、東回りと西回りあり、及び、松山市の最大の観光地である、道後温泉と、松市駅、JR 松山駅前、松山市駅と本町6丁目を結ぶ系統が運行されている。南堀単体上一万件は、すべての系統が集中するため、 多頻度の運行となっている。また、JR 松山駅前、松山市駅、道後温泉駅を相互に結ぶ路線が、複線化されている。小町 JR 松山駅前道後温泉、松山市駅道後温泉間では、軽弁鉄道時代に、伊予鉄道で使用された、蒸気機関車を、ディーゼル機関車として復元した、坊ちゃん列車が運行されている。 幹線道路上を走る多くの区間において、伏線の起動時期が確保され、一般の自動車が全路上を走行することはできないことになっているが、右折のため起動時期内へ侵入したまま停車して、電車の進路を、再車や歩車分離式信号機のために、基本ダイヤ通りのスムーズな運行は難しいのが現状である。1960年代に入ると、日本全国で、 モータリゼーションが進行し、路面電車は次々と淘汰されていった。その影響を受け、松山においてもタクシー業界が路面電車廃止の陳情を提出したことがあったが、採用されなかった。そうした時代の流れに反し、道路の配置上やむを得なかった上一万、道後公園館を除いて、軌道内への進入禁止が徹底され、1962年、昭和37年には、 路線が延長される。あとに、上一万道後公園館に関しても、道路拡幅工事によって、軌道内進入禁止となり、市内線全てが自動車の進入禁止となった。中心市街地を結ぶという運行ルートや、行政や市民の指示があったことで、路線縮小などが起こらずに、路面電車が生き残り、現在も重要な交通手段として、市民権を得ている。欧州を中心に、 路面電車、ヨーロッパのトラムを参照が再評価されており、日本においても富山市における新規開業を講師として、各都市で導入計画が検討されるなど復権しつつある。愛媛県や松山市も、路面電車、LRT に関して、積極的な自治体の一つで、松山空港乗り入れや本朝線延伸など、いくつかの延伸構想がある、工日上北線は、 鉄道事業法に基づく鉄道、他は軌道法に基づく軌道である。ボッチャン列車は乗降できる電停数を表す。詳細は各路線の記事を参照。いずれも二千十一年度、それぞれピーク時より五十パーセントから八十パーセント減っている。二千十七年八月現在、松山市内専用四十二両及び郊外専用五十三両の 計9 4両が小町電車庫及び小町市内線車庫に配置されている。2017年8月現在、営業用の電車37両と、ボッチャン列車用のディーゼル機関車2両、客車3両の計4 2両が在籍する。2002年3月に登場したモハ2100系電車は、伊予鉄道では、超低床式軌道電車、単車、 LRT 型車両と呼んでいる。広島電鉄、熊本市交通局等の調停床車,車両は連接車で、あるが、同社の拠点駅である松山市駅停留場では、連接車の導入は到着ホームの先端から出発ホームへの渡り線までの間に連接車を導入できるだけの長さがないため困難であり、単車型を車両製造会社と開発して投入した。は、 スムーズであるが、在来型に比べると定員が80人から47人に減り、車内通路が境外になっている。なお、2017年9月には15年ぶりの新形式となる、モハ5000系電車が導入された。2017年8月現在、3系列53両が在籍する。高浜線、直流600ボルトと、群中線、横河原の線、 直流 750V は電圧が異なるが通常の直流 1500V より低圧であり低い方の区間が比較的短く出力低下がそれほど大きくはならないため電車は通常副電圧車とは扱われない。2004年1月から4月にかけて当時長期休車中であった300系後に運用に復帰することなく廃車解体を除く全車両に 車内案内装置が設置された。大人普通旅客運賃、小に半額10円未満切り上げ。2014年4月1日改定。2015年3月31日までは以下の乗車券が販売されていた。1965年以降の松山市内線の運賃大人。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。